ショキアの呪術プリスト。はい、ショキアです。岸田香音です。今回も前回に引き続きトゥマウインターナショナル見ていきます。はい、橋本欣也の呪術プリスト。この番組は株式会社ムニゼロ、金属工事呪術一式一徹、イサミ、ラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は10月1日日曜日、青山記念武道館で開催されたドゥマウインターナショナル2023を見ていただきます。見どころは、はい、このドゥマウインターナショナルも愛知県のね、もう一番大きな大会と言ってもいいと思います。こちらの方から黒帯の社の数々見ていきます。 VTR どうぞ。はい、マスター2黒帯オープンクラス決勝戦、ランジェル・ホドリゲス対佐藤浩二です。はい、ランジェル・ホドリゲス RRT ですね。佐藤浩二はインパクト BJJ ですね。この2人はね、階級別でも試合してまして、その試合でもランジェルがね勝ってるんですよね。一本勝ちしてます。さあ、そして、この無差別級でも再び相まみえたこの2人、どうでしょうか。やっぱランジェルね、今乗ってますからね、非常に決めが強い、動きも速い、このねヘビー級選手なんですが、非常にねもうテクニカルなところがありますからね。さあ、この本日2度目の対戦、ランジェル対佐藤。さあ、今ダブルスリープで今やってますかね。さあ、そしてデラヒーバー、ハーフガード、今 X、シングル X、 いろいろねもう多芸ですよね、このガードが。さあ、今ちょっと反転して、あ、今度は膝十字だ。あっと、バチッと決めましたね。くるっと回転して膝十字を決められたら、やはりテクニシャンだ、ランジェル・ホドリゲス。はい、マスター・フォーク・ロービーウルトラヒビー決勝戦、マルシオ・小林対新川拓司です。はい、マルシオ・小林もねかなりね、本当はねライトとかミドルの選手なんですが、この新川さんのねカテゴリーに合わせて上げてきましたよね。さあ、今非常にねいいテイクダウンを見せましたよ。さあ、そしてハーフガード、新川さんハーフガードうまいんですけどもね、ちょっと今のハーフすぐさまちょっとパスられてしまいました。さあ、抑え込んでいる状態いいですね、このノースサウスポジション。さあ、マルシオ、これハンマーチョークですかね、今締め入ってるんですかね。はい、まあ、そのまま決め切りました。ちょっと新川さん、ハーフを抜けられてからはちょっと畳みかけられてしまいました。マルシオ小林一本勝ちで優勝です。はい、アダルト黒帯オープンクラス決勝戦、レアンドル草野対シャビエルス・シューバーです。はい、このシャビエル・シューバー、このねサンディエゴにあるシューバーアカデミーのね長男坊ですね。もう青帯時代もねよく日本に来て試合してたんですが、黒帯になって久しぶりにね日本で試合することになりました。対するねこのレアンドロ草野、もう草野柔術のね代表ですよ。で、草野もねもう四十半ばなんですけどもね、もうこうやってアダルトに出てね強いやつと戦いたいって言ってね言ってるところがすごいですよ。試合前にちょっと話聞いた時にはね、ちょっと練習不足だけど、ちょっと自分を試してみるということで、相手のアダルトカテゴリーに出場、そしてこの若くてね強いシャベルシューバにアタックしていく、このガッツ非常に見習いたいところがありますよね。今ね、草野はもう息子も育って、ガブリエル君ね一人息子も育って、もう一緒に親子で働いてますね。で、最近はねもう不動産業にまで手を出して、でなんと自ら家も買って、次はハーレーを買うっつってね、もう今もう一生懸命仕事してますよ。だからちょっと柔術はね、指導はやってるけど自分の練習はあんまりしてないってこと言ってました。
だからその自分がね、本当もう先ほど言った通り、自分がどのくらいできるのかっていうのをちょっと試すみたいな感じもあって、このアダルトに出てきたっていうところですね。さあ、そして今スイープを成功させたシャビエル・シューバー、体格的にはね、2人ともね、大きいんですけどもね、体格的にはそんな差はなさそうですよね。けど草野もね、本当もう足感のキレはもう絶品ですから、一発が炸裂したらこのもう分からないところですよ。さあ、シャビエル・シューバースイープしてもうパスまで行きましたかね。いや、今のパスもいいですよね。しっかりと抑えてパスガード。シャビエル・シューバーはね、もう本当もう今トップ中のトップになりましたよね。この大会の後にね、 JBJJF の全日本選手権に出場して階級無差別ダブルゴールド、なんとあのイゴール田辺をも破る金星を挙げてのダブルゴールだったので、一気にねその名をね知らしめたと言ってもいいんじゃないでしょうか。さあ、このねシャビエル・シューバー、草野のねもうニーダベリーも取ってもポイント的にはかなり、リードしました。で、草野もねちょっと一発狙ってる節があるので、攻めさせてるって言ってもいいのかもしれません。さあ、今これはクロスチョークですかね。サイドからのチョークか。今腕も取ってますね。さあ、このサイドポジション、草野は時計を見てますね。さあ、サイドポジション取りつつ、次々にポジションを変えながらも攻めを狙っていくシャビエル。草野はね、まあ、決めさせなければいいみたいな感じで、ちょっと一つずつの部分に、ね、防御をするというか、とりあえずやらせる様子を見るって感じですかね。もうポイントはちょっとかなり、リードさせてしまったんで、こっから一発狙いっていうところですかね。うわ、この動きも速い。さあ、そしてバックだ。さあ、バック。さあ、こっからネアネキプチョーク。さあ、足をねじ込んでバックマウント、入りましたね。バックマウントでさらにポイントを追加しました。さあ、この今度は送り襟締め。あ、けどこれ襟がね、顎に挟まってるから、ちょっとこれは決めづらいか。はい、この上垣からマット中央に戻っての再開。さあ、仕切り直し、スタンドでの攻防からスタート。さあ、引き込んでいったシャビエルで、クローズバックですね。さあ、クローズド、もうポイント的にはね余裕がありますからね。もうあとはどうやって勝つかというところですね。さあ、袖を切ってしっかりと相手の上半身をクローズの中に入れて動きを封じているところ。ちょっとこうなると草野はちょっと動けないか。さあ、草野のねこの袖引かれてるんでね、下手に動くとちょっと体勢崩されますからね。まずはこの袖処理したいですけどもね。さあ、グリップを切って、やっぱこの細かい攻防になりますよね。グリップを掴んで外してみたいな。草野相手の帯持ってますね。帯を持って押し付けてるところ。さあ、そこからの一気にこのスイープマウント。さあ、マウントはできませんでしたね。さあ、スイープ。さあ、かなりもうさらにポイントを追加しましたからね。さあ、ここからラストスパートをかけれるかシャビエル。さあ、草野もワンアクション何かしたいですね。さあ、相手の帯を引きつつ、さあ、膝を取ろうというところ。やっぱそこら辺もちょっともう分かってるんでしょうかね。素早く逃げましたね。さあ、もう一気にまたもう飛び込むようにしてサイドポジション、パスガード、ポイントを追加しました。さあ、草野何かできるか。さあ、サイドポジションからのアタックが、
クさんもねしっかりとね得点の方チェックしつつ最後になんか勝負をかけようというところですかね。さあこれはカウントチョークですかね。襟を持って相手の頭の方に回っていって締め、ですがそれすぐ戻りましたね。さあアダルトの試合は8分ですからね。草野普段はねマスターで試合やってますからね、やっぱ5分と8分だとちょっと試合時間の長さも影響してくるでしょうか。ちょっとやや疲れが見えるか。とはいえシャビエールもねちょっと動きがね緩慢になってきたようなところもあります。やっぱこんだけ守られるといかにシャビエールといえどもちょっと決めに行くのは難しいか。まあ、いろんな、ね、ポジションを動かしながら相手の隙を作っていくっていうところですかね。シャビエル・シューバー、もうこの大会には、ね、エボックス BJJ で出てるんですが、今婚約しているのは、ね、ジュリア・西山エボックス BJJ なんでね、そのガールフレンドの所属を借りて大会に出てるというところですね。さあまたジャンプしてサイド、かなりがっちり抑え込んではいますが、ノースサウスまで行くのかどうか。バルトプラットに行ったところでタイムアップ、まあ、最後まで決めさせませんでしたね。まあこれはもう草野のね健闘と言っていいのかもしれません。シャベルシューバー階級も食べてダブルゴールドで優勝です。はい、試合の数々を見ていただきましたがどうでしたか。はい、最後の、見ていただいたシャベルシューバー対リアンドロ草野、もう次々とポジションを奪っていくシャベルシューバー、そして、ね、最後まで決めさせなかったレアンドロ・クサノ、2人とも非常に良かったと思います。はい、 CM です。呪術プリースト、呪術プリーストセレクション、東京イサミの山口です。本日紹介する商品はこちら、頭のウルトラライトモデルです。頭はブラジルの老舗呪術メーカーで、道着はすべてブラジルで作られております。こちらの道着は軽量モデルで非常に軽くなっております。デザインは非常にシンプルですね。ズボンはリップストップ生地で、こちらも非常にシンプルなデザインとなっております。カラーは白、青、黒の3色展開です。ぜひチェックをお願いいたします。はい、今回もドゥマウインターナショナル2023を見ていただきましたがどうでしたか。はい、今回も非常にいい試合の数々見ていただきましたが、次回もドゥマウインターナショナル引き続きご覧ください。はい、橋本欽也の呪術プリースト、この番組は株式会社ムンニネロ、金属工事呪術一式一徹、イサミ、ラスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本欽也のジュースプリスト、また次回お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。